エムスエミリさんです。皆さん拍手でお迎えください。お願いします。聞こえてますか？よろしくお願いします。はい、はい、それでは準備よろしいでしょうか？はい、お願いします。ローンチパッスタート、はい、医療現場にすぐにデータを届ける AI アシスタントを提供しています、ゆいめりです。よろしくお願いします。皆さん誰でも一度は病院に行ったことありますよね。医療現場でいつも医療従事者の心の中にある声、それはもっといい治療を届けたいです。より良い治療を行うためには医療研究が必要で、医療研究をするためには医療データは必須です。昨今話題の AI の教師データでも質が非常に重要なのと一緒で、医療データも質がとても重要です。さらに命は待ってくれないので研究はスピードが命です。質の高い医療データが素早く集まるとどのようないいことがあるのかといいますと、データ先進国のイスラエルでは COVID-19 のワクチンが投与始まってわずか2ヶ月で120万人規模のワクチンの効果を論文化することができました。これは医療データ基盤が確立していることが理由です。医療データというのは病院の医療情報部というチームが管理しています。医師からこういった研究がしたいという依頼を受けて、あらゆる医療データから研究用のデータセットを作ってくれます。医療とデータの両方の知識が必要な非常に希少な人材です。今日は皆さんに医療情報部のデータサイエンティストとして一緒に医師の依頼に応えてもらいたいと思います。医師から COVID-19 の経過は年齢によって異なるのかという研究をしたいという依頼が来ました。どのようにデータセットを作ればよいでしょうか？一つのデータセットを作るのは簡単ではありません。どういうデータを使えばいいのか、またどこにデータがあるのかを探して、さらにコードを書いて抽出する必要があります。一つ一つのプロセスが非常に複雑で、一つのデータセットを作るのに数ヶ月から半年かかることもあるほどです。そんな複雑な作業を数分で解決してくれるのがユイクエリです。 AI が医療データ抽出を自動でサポートしてくれます。ユイクエリではユイメディが独自で集めた教師データと、施設固有で集まってくる教師データを合わせて、どんどん AI が賢くなっていきます。さらに独自のセキュリティスキームを持っていますので、とても安全です。本日はユイクエリの主要な3つの機能を、に沿ってデモを紹介したいと思います。 COVID-19 の経過は年齢によって異なるのかという依頼が来たときに、まず考えるのはどのデータを使うべきかということです。ユイクエリではチャットボックスに質問を入力するだけで AI との会話がスタートしていきます。ここでは、COVID-19 の経過は年齢によって異なるのかという質問を入力してみます。すると AI が自動で、Example Study Design と書かれているところに、入院率、死亡率、合併症率などのデータを見るべきという、提案をしてくれます。まあ、どのように AI がこれを考えたのかというところは、もう少し下の方に行きますと、AI が根拠にした論文の一覧が、示されていて、そちらでどういう根拠で提案されたかが分かります。さらに、カスタマイズしたかったり、なんでこういうふうなことを考えたのかという疑問があれば、追加で質問などやコメントなどを AI にすることで、より細かな条件を整えることが可能です。さて、どういうデータを使いたいかが分かりました。次はデータの場所を探す必要があります。医療データというのは一つの病院だけでも数十万数百万のデータがあって、探すっていうとなるとウォーリーを探す並みの難易度と言われています。そんな中、ユイクエリは即時に解決してくれます。ユーズドテーブルというところがあるんですけれども、そこを見てもらうとデータがどこのテーブルに格納されているかの一覧がすぐ分かりますので、一瞬でデータの場所を特定できます。最後にコードを書いてデータを抜き出します。先ほど AI が提案した使うべきデータやデータの場所をもとに AI が自動で抽出のコードまで書いてくれます。その場で実行ボタンを押しますと、ちゃんとデータが抜き出せたかの確認もできまして、ご覧の通り数週間数ヶ月もっとかかるものが、すぐにこのように抜き出せたことが分かると思います。
まとめますと、普段医師の先生へ確認したり、まあ、論文を見たりして、まあ、非常に時間をかけてやらなければならない作業を AI が代わりに壁打ちをしてくれるので、数分から1時間で欲しいデータを手に入れることができるのです。また夢のビジネスはこれだけではありません。私たちはもともとデータ標準化、クレンジングの領域のプロダクトから入りました。ここでは大学病院や製薬会社さんなど、すでに13社で導入実績があります。さらにこの秋、先ほどのユイクエリをローンチして医療研究の促進を図っています。すでに日米80医療機関の先生方と密にコミュニケーションを取っていて、それだけの引き合いがあります。さらにデータの分析解析までをワンストップでするプロダクトを開発した後に、プロダクトで自然と集まってくるデータをもとに製薬会社さん向けのデータ事業をしようとしています。初期導入費とサブスクモデルのモデルでビジネスモデルとしてはやっています。もともと日本のプロダクトから始めた事業ですが、昨年渡米してアメリカ本社も作りまして、グローバルの市場を狙っています。私たちが作っているのはただの SaaS ではありません。未来の命を救うために医療データを今すぐ